今回のこの暁という作品なんですけど、あらすじとしては、30代、結婚や自分の子供のことについて考える30代中頃の女性を主役に、それと付き合っている隆という男、まあちょっと人には言えない過去、まあ、ちょっと黒い過去がある、そういった男性がいて、まあその2人の関係っていうのが徐々に壊れていく中で、ルイという、まあ一人異質な人間が入ってくる。その中で起きる、まあ、3人の不思議な共同生活っていうものを、題材に扱って描いてみようかなと思った作品なんですけれども、まあ、この中で全く違う価値観を持って生きている、まあ、ルイなんですけれども、この人がどういうふうにこの2人に干渉していくのか、そういった中で、人と人とが触れ合うっていうのはどういうことなのか、そういったことをちょっとテーマにやっていきたいなと思っている作品です、というわけで暁の制作に協力していただける、企業の方もしくは個人の方いらっしゃいましたら、Facebook の、暁の方までお問い合わせ願います、皆様のご協力をお待ちしております。よろしくお願いします。